塩松大公10月3日隊は、日本の政治家、大阪府泉佐野市長、元泉佐野市議会議員、泉佐野市出身、同志社、香里高校、同志社大学経済学部卒業、大学時代は、体育会アメリカンフットボール部に所属した、柔道二段、アメリカ合衆国の林間大学大学院、修了後、1999年に、 ホリバ製作所に入社。2000年、泉佐野市議会議員補欠選挙に立候補して、当選する。その後4期連続で当選。2004年に、泉佐野市議会副議長。2006年に、泉佐野市幹裁員。2008年に、泉佐野市議会議長に就任する。議員在職中の2003年に、大阪府立大学大学院。2005年に、 和歌山大学大学院を修了する。またこの間、泉佐野青年会議所理事長、佐野中高区青少年指導委員会会長も務める。2011年に、当時の泉佐野市長新太谷修二が、大阪府議会議員に出馬したことにより行われた市長選挙で、初当選する。2014年度で、財政健全化団体からの脱出を達成する。2013年11月、 中沢刑事の漫画、裸足の言について、具体的な差別表現を例示の上で、差別的表現が多い、問題があるので何らかの対応が必要と教育長に伝えた。それを受けた、教育長は、市長の要請として、裸足の言を図書室から校長室に移すよう指示した。2014年1月には、市教委は所有する学校から、回収、保管した。市教委は、 2014年3月に各校に返却している。千代松市長は取材に対し人権教育の観点から指摘したとするとともに、脅威に対して漫画を読んだ声の個別指導の必要性を伝えたとしている。2015年、泉佐野市長に再選。2018年、2017年度のふるさと納税で泉佐野市に対する寄付金が日本一になった。 総務省は高すぎる返礼割合について、見直すよう何度となく要請したが効果はなく、総務省が行った調査に対しても泉佐野市は未回答だった。総務省は、ふるさと納税制度そのものの見直しを検討することとなった。2019年、泉佐野市長に再選。ありがとうございます。